皆さんこんにちは、ポロンのキャンプ、略してポロキャンです。今回は小川のステイシーをソロテントに選んだ理由を3つに分けてお伝えしたいと思います。私のプロフィールです。ご興味ありましたら見ていただけると幸いです。それでは皆さん、ソロキャンプのテントって何を選べばいいんだって悩みありませんか？その気持ちとてもわかります。コールマンのツーリングドームやスノーピークのアメニティドーム、MSR のエリクサーなど素晴らしいソロテントが数多く存在します。私もソロキャンプ用のテントはかなり悩みました。安いのから高いの、小さいのから大きいの、メッシュが少ないのから多いの、こんなにたくさんテントがあるのにどれを選べばいいんだろうって、そんな悩みを抱えている皆さんのために、いくつものテントを購入してきた私がステイシーのおすすめポイントを含めお伝えしていきたいと思います。ソロキャンプを始めたいと思っている方には特におすすめの内容となっておりますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。ポロンのキャンプでは今回のように皆さんのためになるような情報を発信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今回は商品紹介、おすすめ理由3つ、気になる点の3つに分けてお伝えしたいと思います。このテントはどのようなテントなのか、特徴を踏まえて説明していきたいと思います。この小川のステイシーはロングセーラーのソロからデュオで使えるテントです。カーキとサンドベージュカラーという2色展開ですが、私はサンドベージュを選びました。重量は 3.9 キロで、収納サイズは50センチから20センチとソロテントとしてはやや大きめなサイズです。ですがファミリーサイズのテントに慣れている方であれば感動を覚えるほどコンパクトで軽量となります。テントってこんなに軽くていいの？今までのテントって何だったの？って感じになります。そんなコンパクト軽量にもかかわらず、インナーテントでは2人なら寝ることができる広さがあるんです。こちらの過去の動画で紹介したダブルサイズのマットがシンデレラフィットするんです。ソロなら超快適なおこもり生活ができます。そして前室です。インナーテントと同じぐらいのサイズなので、ソロテントの前室としてはかなりの広い部類です。バックパックに収まる量であれば前室内でギアを広げて煮炊きをすることができます。雨の日でも快適に過ごすことができるソロテントはかなりポイントが高いです。この広いインナーテントと前室を理由に購入している方も多いのではないでしょうか。そして極めつけに、フロントに至っては跳ね上げができるんです。雨の日でも OK、 日差しが強い日でも OK、 何でもこういうの素晴らしいテントということになります。そしてステイシーといえばこのフォルムです。正直に言うと、当初の私は何このテント、ダサって思ってしまいました。ですがこの考えられた機能性と自分好みのサンドカラー、逆に芸術品であると思えるようになりました。この形状で敬遠する方もいらっしゃるかもしれませんが、安心してください。この機能美を知れば考えは変わりますよ。そして何より、さすがは小川ブランド。縫製が丁寧であったり、ベンチレーションが豊富であったり、耐水圧が十分であったりなどと、きめ細かな気配りがいくつもあります。いやいや、ポロキャン用似たような特徴のテント、今の日本には星の数ほどあるよって思われた方いらっしゃるかもしれません。確かにその通りなんです。ですので、これからは私が特におすすめする理由を3つに分けてお伝えしたいと思います。説明していきたいと思います。まず1つ目は、オールシーズン使えるということです。おいポロキャン、そんなのどのテントでもやろうと思えばできるじゃないかって思われた方いらっしゃるかもしれません。確かにおっしゃる通りです。どんなテントでも本気を出せばオールシーズン過ごすことができるんです。ですが私はソロテントでも快適性を求めるわがままなやつなんです。皆さんも共感できる部分があるかもしれませんので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。まず私は北海道という極寒地に住んでいます。ですので、オールシーズン使用するためには冬の極寒環境かつ夏の暑さでも過ごせるテントが必要なんです。つまり冬キャンプをする場合は極寒地でも耐える大きめの暖房器具が使用できることと、ある程度快適に過ごせるテントの広さが必要となります。そして夏キャンプでは換気がしっかりできる通気性の良いテントが必須となります。その条件を満たすのがこの小川のステイシーでした。それならコールマンのツーリングドームやスノーピークのアメニティドームでも良かったんじゃないのって思う方いらっしゃるかもしれません。イグザクトリー、その通りです。ですので、これからは他のテントにはないおすすめポイントについて説明していきたいと思います。それが2つ目のおすすめ理由です。インナーテントが外せるということです。
何？ソロテントでインナーテントが外せる？移住空間がさらに広くなるってこと？大事件じゃないかって思った方いらっしゃると思います。そうなんです。このテント元から広いソロテントであるんですが、さらに移住空間を広げることができるんです。どれくらい広いかというと、ハイコットを置いてその横で調理ができるほどのスペースがあります。つまり雨が降ってインナーテントが浸水する、そんな出来事とはおさらばです。そんな画期的な機能のあるテントなんですが、欠点が一つあります。それは専用のスタンディングテープというものを別に購入しなければならないということです。と思ったそこのあなた、とてもわかります。実はこのテント、インナーテントとビルディングテープがくっついていて外れません。つまり通常仕様ではインナーテントだけ外すということができないということです。マジか、なんで最初からそうできるようにしなかったんだって思ったそこのあなた、同じくその気持ちとてもわかります。できない理由はあるとは思いますが、純正品としてスタンディングテープが存在しているので、最初からそういう仕様にしてほしかったなって心底思います。余談ですが、このスタンディングテープは純正品とは別にフリマサイトで安価に販売しています。できるだけ安く済ませたいと思っている方はこちらの商品でもいいかもしれません。ですが公式の商品ではないということはご理解いただければ幸いです。つまりスタンディングテープを購入すれば移住空間が格段に広くなる進化を遂げることができるということです。サイヤ人からスーパーサイヤ人に進化した感じです。最後のおすすめ理由をお伝えします。泥がつきづらいということです。スカートがついてないから当たり前じゃないかって思ったそこなのだ、そこではないんです。このテント2箇所のサイドファスナーはゴム付きで、ジップを上げても裾が地面につかない仕様になっているんです。これは買ってから気づいた嬉しい誤算でした。雨の日や雪解けって結構泥で汚れるんですが、そのリスクが減るのはかなり嬉しいポイントです。さすがは日本の小川さん、きめ細かな気配りありがとうございますって感じです。オールシーズン使用できて、インナーテントの取り外しができる汎用性の高さ、泥がつきづらい工夫もされている小川のステイシー、他のソロテントには見られない素晴らしい特徴があるっていうことが皆さんお分かりいただけたでしょうか。そんな素晴らしいテントなんですが、やっぱり気になる点はあるんです。こちらも購入の参考になるとは思いますね。最後までご視聴よろしくお願いいたします。気になる点は一つだけあります。スカートがないんです。これは環境を考えてなのかコスト面なのかは分かりませんが、寒い時期の仕様を考えるとやっぱりスカートがあったらよかったなって思いました。欲をかけば巻き上げができるスカートが欲しかったです。ですが理由があってあえてつけていないんだろうし、インナーテントがあるので風の影響はそこまでは気になりません。そもそも極寒雪中での使用前提でのテントではないです。つまりスカートがないことが気になる点ではあるものの、さほど影響はないのかなっていう感じです。今回の動画は以上となります。皆さんいかがだったでしょうか。小川のステイシーはスカートはないものの、他のソロテントにはない機能美あふれた魅力があるテントであるということを理解できたのではないでしょうか。今回の動画が一キャンパーの意見として皆さんの参考になれば幸いです。ポロのキャンプでは今回のように初心者キャンパーを中心に、多少費用がかかっても手軽で快適なキャンプをする方法を発信しています。 Twitter や Instagram、TikTok もしています。ご興味ありましたらチャンネル登録とともにそちらのフォローよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは素晴らしいアウトドアライフを。